じゃあどうもよろしくお願いします。林家とんどん兵です。名前言わなきゃね、間違えられるから、すぐ名前言わなきゃいけない。いや困るんだこれが。指さしてもあっ、また間違えられた。これ言え、本当大迷惑。そんなに似てるかなと思って、あっ、あ、福山雅治だって、すいません。ありがとうございます。そうですか、ありがとうな。私林家三平の弟子でございまして、小樽出身で最後の弟子ね。ですからちょっと林家三平のちょっと真似をしたいと思いますんで、似てたらすいません、拍手をお願いしますね。似てなかったらすいません、お賽銭バーッと投げていただければ。あ、お賽銭もね、危ないやつダメ、危ないやつすいませんがお願いします。手持ち今日ないんだっていう方は振り込んでもらって結構ですから、よろしくお願いします。林家三平です。もう大変なんですから本当に。好きです。いやしかしさ、この間が大変、受けないから前行ったら講座が怒ったんですから、前行ったけど、まあ、楽をしちゃえ。ありがとうございます。まあ、こういう三平に、師匠三平に教わった小話、まあめでたい小話をやってみたいと思います。2つやらせていただきたいと思いますね。ぜひ笑ってくださいよ、ね、あ、車と車ぶつかった、あ、ガッドーン。ありがとうございます。あ、お坊さんが二人来たよ。ああ、これが本当のお正月。ありがとうございます。まあそういうわけでね、まあ、ジャングルハウスが提供するすすきの演芸場、1月1日から5日まで初笑い、これ縁起物ですから、みんなでわーっと笑っていただいて、そうすると、NK が出る、 NK、 マヌケじゃなくてナチュラルキラーが出るから、うん、ぜひこれどういうことかというと、ね、うん、ナチュラルキラーで血行が良くなる、うん、細胞も良くなる、うん、血行はどのぐらい良くなるかというと結構良くなるわけよ。ぜひお越しいただければとそう思います。1月1日から5日まで皆さんわーっと笑いに来てください。よろしくお願いします。